はい、上下の歯をきれいにさせていただくお客様です。はい、今回はですね、上の前歯がまず、6本ですね、犬歯から犬歯の6本。で、今の状況を見ていきますね。前歯の左側ですねが少し斜めに捻転しながら前方にね角度がついていたり、歯と歯がここは重なりに合っているところがありますね。で、ここは開いてくださいね。はい、で、今度下の歯が少しデコボコした印象だったり、歯の長さの不揃いなところもあるので、この辺りもですね、しっかり見える範囲を美しくしていきたいと思います。ちょっと噛んでくださいね。上下の歯をきれいにさせていただいたお客様です。今回ですね、上の前歯ですね、犬歯から犬歯の6本と、はい、軽く開いていただいて、はい、下もですね、下ですね、犬歯から、こちら側も、ちょっと後ろの歯ですね、こちら側は7本ですね、はい、ダイヤモンドセラミックで美しい、ね、歯並びに変えていくことができました。で、術前ですね、少しこう、デコボコした歯並びや、前歯のね、重なっているところもありましたけども、はい、ちょっと横からも、ね、見ていただいて、どの角度から見てもしっかりと美しいシルエットを作っていくことができます。で、色もですね、透明感を強めに、なおかつ白い歯で他の印象をガラッと変えていくことができました。で、噛んでくださいね。はい。